はい、はい、皆さんこんにちは、ゆっくりです。谷田です。どこでしょう。嬉野温泉街。嬉野温泉街に来てみました。あのね、お風呂は入らないんですけど、ね、お風呂は入らないけど、そしてさっき祐徳稲荷神社に行ってきたけど、めっちゃ人が多かった。また正月みたいな人が多かったので、ビデオは撮らなかったんでここに来ました。そしてリベンジで大吉出ました。どんだけリベンジだったんですね。ここが嬉野温泉街のところです。ところです。食べらんでいいって。すごい食べるんだよ。ほら何がある。あ、ここ橋、ここ橋から、え、何やって、やめて、やめて、アップはやめて。これ何ですか。知らない。温泉街のここや、ここや。あ、ここさっきのほら、シーボルト。あ、イルミネーションがちょっとついてますね。ここに足。あ、ここが足ですか。もう一箇所もある。ほら、イルミネーション。どうですか。光ってる。あ、お土産屋さん。お土産屋さんあるね。おー、ガイの通りですね。雪だるま。あ、雪だるま。おお、雪だるま。クリスマスセット。さっきお茶買ったもんな。これ美味しそう。どれ。カステラケーキ。これ食べたい。これどこまでがガイですかね。ずっと歩ける感じ。クリアスティアさん。インカメないの、インカメ。インカメないの、インカメ。ここはね、嬉野の温泉街だそうです。やば。初めて来た。だっていつも嬉野の。嬉しのご当地ガチャを見つけました。吉田焼きで焼いたものが入ってるってこと。何こ、あ、こんなのが入ってるの。かわいい。こんなのが入ってる。ミニチュア。キュースが入っとったら当たりじゃない。そう、普通のサイズのキュース。チンって、キュースって。で、ミニチュア的なあれでしたね。かわいい。やばい。どうすんの。ね、アップで行ってきたね。よかった。祐徳稲荷神社よかったね。あそこもね、あそこも初めて行ったけど。よかったよね、あそこね。大吉出たし。あ、足湯に来た。何これ。ほら。お、いっぱい。いっぱい使っておりますね、これ。メリーゴーラー。すごい。何これ。個人足湯。え、何これ。パッパッと開けるとこれ。わー、個人、個人。サウナみたいな。すごい。初めて見た、この個人。ほら。ちょっとメリーゴーラー。カトイレもある。トイレじゃないよ、トイレじゃないよ。あのね、トイレじゃないよ、それ。控室で。マニュアはね、タイツ履いてるんで、今日足湯できないからね。じゃあちょっと体験してみます。はい、トイレは体験する。マニュアとはいいですか。うん、めくれますよ。めくれます。ほら、めくれますよ。だってめっちゃズボって入る。派手な靴下を脱いでおります。あの、残念、身長足りないので、足全部埋まる。足全部埋まる。え、そっか、何？板があるんだ。板がある。あ、そっか、お湯がないから。そうそうそう、お湯ないんで、ただあれだけの、蒸気だけ。足のスパイスだよね。で、これをかぶせます。
いいですね。あれ、口だけ見ればいいんだよ。あ、いいなぁ。こっちで食べたい。熱い。熱い。あ、そっちの人を。はい、どうぞ。あ、できました。いいな。汗かきますね。あったかい。めっちゃ。私、このままできないんで。はい、じゃあ、はい。残念。あ、いい匂い、いい匂い、匂いがいい。いい匂い、これ。これ、濡れないで、後から濡れない。この人、ほら、つらくて。なんか、濡れてる気がするんだけど。濡れてる。サガフロ。これ何の漫画だっけ？ロマンシングサガ。漫画じゃない、ゲームだっけ？サガ、あ、ゲーム。ロマンシングサガのあの、と、ゾンビランド。出た、ゾンビランド。トニチャが推す。ゾンビランドがここに入りに来ております。これ、あの、こっちラッピングありましたが、ロマンシングは、あの、気配女の125にラッピング。メンバーが訪れた場所と書いてあります。全然わかりません。これはゲームだ。これラッピングしてあります。ラッピングして。なるほど。ほら、そこがいい。この温泉の階の裏側の。風格温泉みたいな感じだね。ね、ちょっとほら風景があって。いいじゃないですか、ほら。ほら。これシーボルト温泉が一番おしゃれね。ほら。めっちゃ左にそれますけど。遠いの？遠くなるの？ここも旅館？これ旅館？ナビが効かないんです。あと歩9分、600メートル。うん。どっから？いや、そっちじゃない。あ、出ていく。経路案内を開始します。はい。はい。ブーゲンビアハウス。ハンじゃない。やってきました。見て、花のトンネルは。ブーゲンビリアのトンネル。お、そしてる。あ、あったかい。匂いがすごい。あ、本当だ。おー、すごい。ちょっと下まで降りるんだね。すごい、匂いがすごい。いや、全部左だ。ブーゲンビリア。あ、どうも。うわ、すごい。ずっと飛んでるだろ。ほら、あ、綺麗だね。あ、あと見て。抜けやがった。うん、なんかそこなんか、お財布の中の、なんて書いてある？金運、あ、金運を使いました。販売ボールの中、あ、そういうことか。販売していますか。販売していますか。あ、結構。そう、まあ。ちょっと映える感じ。トトロにはモザイクっていう。モザイク絵だね。トトロっていう。かわいい。お花の周り。うわぁ、すごい。うわぁ、すごい。こんな感じで明るくなる。